日本中、世界中探しても、ここ鳥取でしか食べられないもの。白くてふんわりソフトな食感、ほんのり豆腐の香り。これ豆腐でできたちくわなんです。その名も豆腐ちくわ。豆腐ちくわの里ちむら。慶応元年の創業以来、余計な添加物、保存料を使わず、素材にこだわったちくわを作り続けています。小さい時からもう食べてます。最初は知らなかったんですけど、やっぱり昔から鳥取にあるものなので、やっぱりもっと全国に知っていただきたいと思いますね。豆腐が7割入ってますので、それと魚が3割入っています。ですのでちょっとヘルシーですし、それにちょっとお醤油をかけていただいてもいいですし、そのまま食べていただくのが一番美味しいですね。やっぱりあっさりとした豆腐ちくわは、いろんな素材との相性も抜群。ネギ、焼きサバ、タイなどを入れた豆腐ちくわもあり、豊富なバリエーションから自分の好みに合った味が選べます。店内には出来たて工房があり、熱々の揚げたて天ぷらがその場で食べられるんです。鳥取では豆腐ちくわだけではなく、あごちくわも人気です。あごとはトビウオのこと。新鮮なトビウオを原料にしているから、魚の旨味がぎっしり。一口噛めば口の中に深い味わいが広がります。実はちくわやかまぼこは低カロリーで高タンパク、とってもヘルシーな食べ物なんです。ダイエットにもおすすめなんですよ。鳥取にしかないので、ぜひ鳥取に食べに来てください。